要文言要文言は中国の政治家4人組の一人中国の作家翻訳家の養蜂士を父に持つ福丹大学にて学び延安に潜入の後三省省省で人民解放軍に加盟1948年に中国共産党に入党1951年新民主主義青年団上海市工作委員会幹部 上海の党地区委員会で宣伝工作に携わる。1955年に古風を批判した分身是非革新改元を発表し、超宗教の注目を浴びる。その評論活動から1950年代中頃までに毛沢東の地具を得た。1965年11月10日の分解法に表新天歴刺激海水マカリムか感を発表。 翌1966年5月10日の文化違法、解放日報にも、表、三谷村、縁、山谷は、三谷村さつき的反動本質を発表し、文化大革命の発端を開いた。これを契機に、解放日報編集委員、東上海市委員会宣伝部長と出世し、中央文革省細の一員にまでなった。その後も、当上海市委員会第、第二書記 党政治局委員を歴任し、文化大革命をイデオロギー面から支えた。1976年10月に、他の4人組とともに逮捕されて隔離審査され、1981年1月に最高人民法院特別法廷で、懲役20年、政治権利剥奪5年の判決を受ける。1996年に出所し、2005年12月23日に、 糖尿病により74歳で死去した。ありがとうございます。